前回のあらすじ。念願の博物館がオープン、風太さんも大張り切りな初日を迎え、ワクワクの博物館見学に行ったクロンだが、博物館の入り口の見た目とは違い、中はとんでもない広さ。生まれつき方向音痴のクロンは、すっかり迷子になってしまい、博物館の恐ろしさを身をもって知ったのだった。さてさて、今回は何するんでしょうかね。やっと豆吉さんからご依頼のあった資材、これをやっと集め終わったんですよ。これで豆吉さんと粒吉さんのお店を建てることができそうです。よかったよかった。いやいや、鉄鉱石を30個集めるのが結構大変でして、時間がかかってしまいました。豆吉さん、お待たせしたねー。いやーよかったよかった。お礼とか別にいらないから、お店頑張ってね。クロン、本当にお礼とかいらないからね。大丈夫だよ、気を使わないでね。そうなの？クロンが決めていいの？お礼とか本当にいいのに、なんか申し訳ないね。よっしゃ任せろ。ということで、さて、お店をどこにしましょうかねー。社長にいつでも相談できるように、広場の近くがいいかもしれませんね。よし、ちょっと整地でもしましょうかねー。でね、整地して思った。どうもたぬき商店の作りがさ、和風の建物だったのよ。で、それならいっそ、この島に和風エリアをたぬき商店を中心に、作ってみてもいいかもしれない。ということで、川を渡ってこちらの土地に建ててみようと思うんです。建てるにあたり、雑草を取って、整地して。むふふふふ、楽しいねー。そうそうここだけの話、木をたくさん切ったので、蜂に襲われちゃってさ、お薬を持ち歩かないと危ないね。リアルでも蜂に刺され、ゲームでも蜂に刺され。古傷がうずくぜ。さ、お店を建てるスペースを確保しました。では、ここを建築予定地とさせていただきたいと思います。いいねいいね、古き良き日本のお店って感じ。よし、ここで行きましょう。よっしゃー、たぬき商店、こちらに決定ですー。できるのが楽しみだねー。ちょっと雑草だらけなので、ちゃんと綺麗にしようかなー。この雑草取る作業、実は好きです。綺麗になっていくのが嬉しいねー。ほいっと、これで随分綺麗になりました。明日、お店がもう立っちゃうんですってよ、奥さん。まあ、たぬき開発さん、仕事が早いのねー。ということで、楽しみです。いやいや、今日はちょっと忙しくてさ、動物の森に来たのは、もう夜10時を超えた頃でした。お店、どうなってるかなー。シャッチョさんに顔出してみようかなー。あ、ゴルフグッズが増えてる。こんばんはー。あ、お話し中でしたか、すみま。はぁ、家具付き一軒家の移住プランだと？貴様、またクロンをこき使う気じゃねえだろうな。何をあたふたしとるんや？クロンに聞かれて、やべえってなってるんじゃ？におう、ぷーんとにおう。なもじゃねえなも、ちょっと。詳しく聞かせてもらおうか。おおう。すっかりバッチシ聞いてたわ。あ、まだ出してたんだね。それはすごいね社長。笑いが止まらんやろ。もう借りまんな。ぼちぼちでんなーってか？で、何を困ってたの？想像つくけど言ってみ。そんなやつ断れ。そういうとこやであんた、目先の利益にとらわれて、そういうこと言って、帳尻合わすために部下をこき使う。そういうことするからあかんねん。可愛いからって何でも許されると思ってんじゃないぞ、たぬき。なんやねん、上目遣いで見るんじゃねえ、かわいいじゃねえか。はい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 、出た出た、出るで、またなんか一滴寄るでこいつ。
な、やっぱりな。ほらね、こうなると思った。畜生しょうがねえな、まったく手のかかる社長だぜ。はあ、とりあえず社長の仕事は明日からやるか。とりあえず、今日オープンしたたぬき紹介さんにご挨拶しなきゃ。まったくあの社長のせいで遅くなっちゃったぜ。おや、買い取りボックスが。今度使おうっと。ああ、しまってるー。あのたぬきと喋ってたせいで、営業時間過ぎとるがなー。畜生、ふて寝してやる。よっしゃー。今日こそたぬき紹介に遊びに行くぜー。どんなお店なのかなー。楽しみー。おーい、豆きさーん、つぶきさーん。おや、接客中ですね。むむむむ、関西弁。こちらの方は、近くの島にお住まいの、絹代さんだそうです。島の物流がまだ整ってないので、絹代さんに結糸を販売しに来てもらうことになったそうです。それにしても、この絹代さん、最初見た時さ、ソニック?って思った。あ、知ってるかなソニック。こういう感じなのよね。あ、どうでもいいか、失礼しました。忙しそうだねー。顔見に来たよー。よかったねー。今度はお家の資材を集めるんだ。かわいそうでしょ。なんかね、たぬき商店ができて、ちょっとだけパワーアップしてました。株の売買とか、日替わりで買い取り価格が倍になったりするんだってさ。売ってる商品も日替わりで色々とあるみたいです。こや。やり込み要素満載ですな。はい、ということで、やっと茶太郎に商店が営業開始しましたー。博物館、商店、そして新しい住人、いろいろと賑やかになってきましたねー。いろんなプランがあるので、少しずつやっていきたいと思います。ということで、今回はこの辺で。最後までご視聴、ありがとうございました。また次回の動画で、お会いしましょうー。ではではー。